岡野由衣は、福岡県福岡市出身の女性アナウンサー、元タレントである。NHK 福岡放送局に所属する。幼少期を宮崎県宮崎市で過ごした。小学1年の時に剣道を、小学2年の時にバスケットボールも始めた。福岡市立明の浜中学校、福岡県立城南高等学校を卒業した。中学進学後はバスケットボール部に入部し、3年時にはキャプテンを務めた。また、選抜メンバーにも選ばれた。高校時代は和太鼓部に入部し、部活引退後はチアリーディングにも挑戦した。北九州市立大学在学中は法学を専攻した。2012年11月、大学1年時にはミスキャンパスに出場し、特別賞を受賞した。それがきっかけで2013年5月、パジャコレ博多に加入し、福岡、熊本でモデル活動を始める。また、2013年7月にはパジャマファーム13のメンバーにスカウトされ、吉本クリエイティブエージェンシーに所属し、北九州市のあるシティを中心にアイドル活動を始めた。劇場公演や九州各地でのイベント公演の他に、ラジオパーソナリティやリポーターとしても活動した。2013年10月には、九州朝日放送、どうものお天気お姉さんに、2014年3月からは、J リーグギラバンツ北九州の応援番組 MC を務めた。2014年のアイドル時代には、一人芸、ナンバーワン決定戦 R-1 グランプリにも出場したが、1回戦敗退となった。しかしなぜか、吉本クリエイティブエージェンシー、札幌所属と記載されていた。アイドル時代に宮崎放送のリポーター佐々木舞優と共演した。また、沖縄国際映画祭にも参加し、ステージで NMB48 メンバーらと恋する。フォーチュンクッキーを踊ったり、初のレッドカーペットを経験した。大学卒業後は就職するため、2015年8月31日にパジャマファーム13を卒業した。2016年3月にはギラバンツ北九州の応援番組の MC も卒業した。2016年4月、宮崎放送に入社した。同期入社に坂本夏美がいる。2019年2月21日、番組内で卒業を発表。2019年4月、NHK 福岡放送局に契約キャスターとして入局。血液型は A 型、身長は164センチメートルである。趣味はスポーツ観戦で、地元の福岡ソフトバンクホークスは、大英ホークス時代からの大ファンである。休日はバッティングセンターで過ごす日もある。特技は、えくぼに鉛筆を挟むことである。兄がいる。ありがとうございます。